おはまるどうも、しょうまるセブンでございます。はい、今回はですね、シルバーの方をね、コーチングしていこうと思います。では、またチャンネル登録からスタート入りましょう。先にまあ全体的な反省点なんですけども、そもそもエイムが悪い。戦闘中に余裕がなくなり、味方の位置を把握できていない。細かな移動前の策的が不足している。情報を取るために積極的に動こうとしているが、危ない動きが多く、カバーする人を過労死させている。ってことですね。まあいい感じですかね、反省点としては。はい、ジャブから見まーす。ありがとうございます。おっと、大チャンス。これは追っかけていく。まあ敵の体力次第ですね。これはいや意外だった。まあ難しいとこっすね。これ上から覗かれたら死んじゃう可能性ありますけどね、まあ、そんなに有利な攻めではなかったと思います。まあただ味方行っちゃったんでね、まあそれについてた感じですかね。まあ上がるとしても虚空使った方が良かったかもね。で、アンチ移動。ただ移動中に当たるか？これはまずいんじゃないか。そうですね、屋根を取られたらかなり不利です今ポジション。後ろもいる。つまりおっと、敵の方につなげていいのか。それはまずい。ポータルでは家の下入っていく。あらららら、これ2パーいるんじゃない。違うのかな。気づいていない。まあそうですね、まあ、ここバッテリー前だったら覗くのはいいと思います。うん、だからここはまあ移動先見たかったんかな。ただ来てしまったんですよね。うん、ただ、まあ、来てしまったんですけど、まあ明らかにね、屋根取られたらまずいポジションにいるんですよ。まあ俺ならね、まあここに来た時点でも虚空使いますけどね。虚空切って、もう家の中入っちゃいますかね。とりあえず。家の中か、まあもしくは中から車線通ったように外側で守るとか。で、家の方逃げると言ったんですけども、これはね、右の方に虚空使って逃げますね。右のドア前ぐらいですかね、大体。あとね、まあ上級者だったらほとんどわかると思うんですけども、どっから敵が来たらやばいのかって話なんですけど、まあまず屋根上。ここやばいですよね。普通に考えて。ここ来た時どうですか？打ち返せますか？まあ多分一方的にやられるっていうのはね、ほとんどだと思います。まあこの木を使ったとしてもね、こちら側にいましたんで、展開されて横から撃たれるもんだったらまあ死にますね。なのでもうそういうところを全て今読んだ上で引きます。まあ来たらやばいことが分かってますので、これはもうさっさと引くべきですね。後ろもいるんですよ。で、これ、なんでこっち右行こうと思ったのかちょっと分からないんですけども、うん、これ敵の方にポータル引いちゃってるんですよね。これはこっちじゃない？普通に考えたら。まあ、策的はしてませんけども、まあ、いないであろう方向にね、行くべきじゃないですか。こっちは博打ですよ。これ、ポータル押さえられたら味方死にますからね。うん、相手が降りてこなっただけで。実際これ、撃たれてるしね、当てられたら死んでますよ。うん。そうなんですよ。この番画の動きは別に正しいんですよ。ただ、ついてこなかったっすね。この番画に。この家の敵が。番画ポータル押さえに来て、まあ、そのまま倒せばいいからな。で、次入ってくるやつも押さえればいいだけだからね。これは死んでますね。で、まあ、エイムが悪いのは、まあ、しょうがないですね。慣れていくしかない。でまた別パー。
構蘇生してるね。ただ蘇生してくるベスパーがいそうなので、あいやベスパーいるって、まあ多分グレで分かると思うんですよねこれ。また敵の方突っ込んじゃいましたねこれね。一旦落ち着いて家の中で待機とかすかね、周りが落ち着くまで。どちらにせよ、まあ、この構成ちゃんも移動できませんので、ポータルもないし、まあ、敵が先に移動してくれるのを待つかやりきるかですね。さっきからちょっと出方が怖いんですよね。体力削られてんのに出ようとしちゃってるし、なんかそこに敵がいた場合のことはあまり考えられてませんね。単純にそこに敵がいたら死ぬっていう動きしかしてませんね今のところ。ポータルもそうですし、まあ、ポータルなんか明らかに敵いたんですよ、もうあれも死んでますよね。ポータル抑えられたらこれ別になんか味方と合流して一旦回復してから出た方がいいんじゃないですか。まあ蘇生音が聞こえたら無理やり外出て蘇生やめさせてまた戻るとかでもいいし、まあここでまあバンガともし1対1してしまったらこの体力ですからね、まあ負ける可能性十分ありますね。でまあなんとか、まあ、味方倒してくれましたね。これまだ後ろにいるっぽいですね。これはもう走って逃げるしかないですね。おっと危ない。まあなんとか逃げ切った。ライトも今の時代きついっすね、かなり。めっちゃきつい。そうですね、とりあえずそっち行くしかないっすね、カプセルの方とか。落とされてしまう。ポータルがちょっと溜まりそうですよ。ポータルですね、これすぐ。溜まったらすぐポータル。なんですか。引かないか。これポータル蘇生優先ですね。移動じゃなくて。まあ、どちらにせよ、もう移動で使えるも3対3でなんとかするみたいな感じのもいいんじゃないですか。俺は蘇生優先しますね、ここは。まあ、あと3対2なので、まあ、人にしてみますね。まあ、移動はアンチに入った。はい。あと、まあ、人数不利なんでね、まあ、基本的に3人のところに、まあ、直接当たるみたいなことはしません。そうですね、こうやって横から打つ感じのプレイですかね。で、アンチ取り行って、打ち合い。で、まあ、なんとかキープして、まあ、2部隊まで持ってったんですよね。うん、これ、一旦、味方のカバー。あーしかしこうなってしまうと一気に詰めてくるぞ。無理やり負けない。まだうまいですね。まあ最後はねしょうがね。まあどちらにせよ人数まあ不利なんてね、まあ頑張ってやるしかないですね。ここはマークささしいくとか、ここはちょっとダメージまあ食らったじゃないですか。まあ、こう回復しないで敵がね油断して登ってくるときに打つとか、こっちの勝率高いっすね。そうですね、今回の動画見てるとまあかなりその、まあ、先のことは考えられてないような感じでしたね。まあ良かったのは、まあ外出て敵と当たってしまった場合にどうなるのかっていうことは考えられてないですよね。まあ今回の動画見てる感じだとなんとなく動いてる、まあそんな感じの動画にしかちょっと見えませんでしたね。でまあ概要欄にはねいろいろ書いてあるんですけど、まあ結局のところね、まあこの場合秒数見てみましょうか。まあここっすよね。まあリングに残り20秒だいぶ焦ってます。行き先探していました。とりあえずリング側にいる敵を押してリングに入ると考えてました。まあここのシーンだったらさ、明らかにまあこのパス倒した後ですよね。まあ、まだダウンじゃないですか。ダウンだし、まあ、チャラからも撃たれてるし、まだ別の敵がいるんですよ。まあ、その別の敵と当たってしまった時のことを考えていないんですよね、ここは。まあ、移動を回せる気持ちはわかるんですけれども、敵と当たったら死ぬんですよね。その接敵した場合のことっていうのは多分考えられてないんですよ、今回の動画だと。まあ、俺だったら全然考えれますよ。
回復もこっちのドア入ってから行うし、まあ、ここで外に出るにしてもこんなバーンって出ないっすね俺。もうここら辺っすね、ドアの近く、ドアの近くで一旦索敵します。どこら辺に敵がいるのかで索敵してやっと、まあ、奥に行けるか行けないかそこで判断したりして、まあ、回復するのか、まあ、そのまま移動できるのかみたいな判断します。まあ結局のところなんですけども、移動しようとしても移動できるかできないかっていうところを判断しなければいけないですよね。まあ敵がいるのに無理やり移動しようとしたら死んじゃったりしますからね。まあ今回のまあここの場面はね、別にそのまあ抜けようと思ったら抜けれる場面ではあります。まあ後ろに別パンいますんでね、まあダウンさせて、まあこいつらを取りにしてその間に移動するとか、まあそういうことはできます。はい、じゃあ今日の動画は以上でございます。何か意見や質問がございましたらコメント欄くださいで、お疲れちゃっすー。